おはようございます。速稼塾の久保です。まあ私は最近ね、バリ島のインドネシアの話をすることが多いんですけども、まあインドネシアに移住したいだとかね、インドネシアに住んで、まあデュアルライフを送りたい、日本でも暮らす、インドネシアでも暮らすみたいなね、そんな生活を考えてるんですけども、実際にインドネシアに暮らす、バリ島に暮らすってどのくらい難しいことなのかってことをね、今回は検証してみたいんですよ。以前なんですけども、ちょっとおぼろげながらなんですけども、バリ島で暮らすにはだいたい年収400万あったら十分だっていう話を聞いたことがあるんですよね。まあそういうふうな形で、バリ島の平均年収っていくらなのかなって調べてみると、こういう数字が出てくるんですよ。例えばホテルマンですね、私も旅行に行った時何人も目にかかったんですけども、ホテルマンは年収が50万らしいですよね。月収が4万円程度ですので、聞いてた通り、月収が4万円から5万円だよっていうふうに聞いてたんで、ホテルマンの年収50万円っていうのは、なるほどなと思いますよね。日本のだから10分の1ぐらいかなって感じですよね。で、警察官はいくらかなと。警察官ちょっと高いんですよ。年収76万、月収6万円ぐらいです。そうなんですよ。日本で月収6万って言ったらとっても暮らしていけないですけども、まあインドネシアに行くと十分暮らせるんですよね。すごく豊かなぐらいです。で、大学教授ですね。日本の大学教授の年収ってのは1000万とか1500万だと思われるんですけども、インドネシアでは年収が大学教授で100万円いかないんですよ。96万円前後です。ですので月収8万円ぐらいですよね。皆さんどうですか？月収8万ありますよね。うん。で、お医者さん、いやハイクラスですね。お医者さんはね、さすがに給料高いです。年収120万ですね。10分の1以上の開きがあるかなと思いますよね。月収がだいたい10万円ぐらいです。まあですんで、皆さんのお財布に10万円持ってるとするじゃないですか。その10万円持って、バリ島に行くと、お医者さんと同程度の暮らしができるってことですよね。貯金が120万あったら、お医者さんと同じような暮らしが1年間送れるってことになってます。で、日本の年収の400万っていうのは、だいたいインドネシア、バリ島の年収3000万円に相当するんですよね。まあですんで、今回、インドネシア、バリ島に行って、100万円とか200万円の預金を預けてきたと思うんですけども、これはですね、1000万とか2000万を預けてくれた大口顧客ということになるんですよね。まあ、ですので、銀行が超優遇をしてくれるってことになってきます。そして次はバリの物価なんですけども、バリ島の物価、もうね、体験してきました。観光地はさすがに高いです。はっきり言って、お菓子が1個ね、300円とか400円なんですよ。日本で100均で売ってるようなやつが300円、400円でかなりぼったくられてます。でも、普通のね、商店街に行くと安いんですよ。食材はだいたいね、日本の10分の1です。1食30円とか40円ですね。外食して30円。まあ、高いので50円とか。100円するものだとめったにないです。まあ、ですので、1日に何食しても食費がかかるって感覚はないですよね。それから駐車場は1日中止めて、24時間止めて、50円とかかな、うん、で、利用代ですよね。これカット。カットはね、だいたい200円ぐらいです。だから日本で3000とか4000円みたいな感覚ですかね。もっと安いぐらいの感覚で、1000円カットと同じぐらいだと思ったらいいかなと思います。で、シャンプーはちょっと高いんですよ。というのがインドネシアって水が高いんですよね。いい水で頭洗いたいじゃないですか。やっぱ川の水で日本の方って洗わないと思うんで、まあ現地の方はね、川の水でお風呂入ったりとか洗濯したりするんですけども、多分我々がそれをするとお腹を壊すんで、髪の水は綺麗なね、ミネラルウォーターで洗うと思うんですよ。シャンプーは300円かかりますよね。で、私がね、インドネシアに家を買うとしたら、どういう暮らしになるかなって考えると、お手伝いさんを雇った方がいいよって言われたんですけども、お手伝いさんの一人の月収がだいたいね、1万円から2万円で十分雇えるらしいんですよ。だから私10人ぐらいお手伝いさんを雇って、20万毎月固定費がかかるって感覚ですよね。すごいむちゃくちゃ安いですね。だからちょっと高めに払いたいぐらいですよ。では次にですね、インドネシアに暮らすにはどんなハードルがあるのかってことをお話していこうかと思うんですよ。まずはね、長期滞在用のビザの取得が結構大変です。バリで長期滞在するとなると、ビザの取得っていうのが必須になるんですけども、これがね結構難しいですよね。だから向こうに法人を作って、向こうに営業拠点を構えて、向こうに、法人の建物を取って、それから就労ビザっていう形で1年間の就労ビザを取るっていう方法が、まあ王道かなと思いますよね。それからね、インドネシアでじゃあ年収400万の仕事をどうやって探すのって話になってきます。これはまあインターネットの時代になって、私は全く不安がないです。年収400万の仕事は日本でやろうが、インドネシアでやろうが、ドバイでやろうが全く一緒なんで、ずっとこの放送するだけですから。まあですのであんまり関係ないかなと。だから皆さんもね、トレーダーやったりとか YouTuber になれば、別にこの年収400万は全然突破できますんで、店舗に勤めようかなとかね、
会社に出勤しようかなっていうふうな従来の旧世代型の仕事を探すとちょっと大変ですけども、そうではなくてインターネットで発信する仕事、情報発信の仕事だったら別に問題ないかなと思いますよね。まあ、そんな形でですね、私はインドネシアのバリ島の方にまあ十分チャンスがあるかなと思ってるんですよ。特にこれから子供が生まれますんで、子供が10歳ぐらいになった時にいろんな国の中から自分の一生を捧げたい国とか、まあずっとじゃなくてもいいんですけども、その瞬間住みたい国を親としては選ばせてあげれればいいかなと思うんですよ。このままだと日本しか選択肢がないってことになっちゃいます。そうなるとね、多くの方が感じてらっしゃるように日本の教育は不十分だと思ってらっしゃいますよね。日本の教育は不十分だ、日本の税制はちょっとね庶民に優しくないっていうところに子供も強制的に突っ込むことになるんですよ。でこういうふうなね、スタートでもつまずかしちゃうんですよね、子供に。で私はそういうふうに考えてるんで、できれば世界の中からなるべく選択肢を増やしてあげて、その中でどこがいいっていうふうに選ばせてあげようかなと思うんですよね。まあその結果日本を選んでいただければ本当に一番いいかなと思うんですよ。多少不自由でもね、やっぱりこの生まれ育った国で一生添い遂げたいなという気は中するんですけどね。ただやっぱり私たちの子供はもう最初からインターネットがあって情報があってグローバリズムの中に入っていて、世界を比較して自分の住みかって選ぶと思うんですよね。まあ、ですんで私みたいな感覚っていうのは多分時代遅れって言われるんですよね。まあ、時代遅れって言われた時にきちんと子供の時代に、子供の世代に即したね家庭環境が作れるように、人生設計ができるように親としては最大限の準備をさせてあげたいなと思うところの第一歩目が、バリ島にもやっぱり居住地とビジネスの拠点を持っておいてあげて、それをできれば子供に相続させてあげたいなと思うばかりでございますね。本日の放送は以上です。バリ島の魅力がねちょっと伝われば幸いでございます。それでは失礼します。